ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、夢見の館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで、今回は、水たまりの舞い方が可愛いカモミール村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一泊り500ブレでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、カモミール村に出発。はい、カモミール村に到着。お、着替えがある。夢の世界へようこそ。あなたは今カモミールという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のカモミールの世界をご堪能遊ばせ。さあ、ってことで着替えましょうか。着替えは2種類、青いネルシャツ、ニットワンピース。よし、ニットワンピースで行こう。と、靴は黒いパンプスかエスニックなローファーのパンプスで。いきます。あとのものはまあ一緒。こんな感じかな。はい、着替えていきまーす。じゃーん、こんな感じで。ニットワンピースかわいいよね。いいよね、いいよね。私だいぶ好きなんやけど、ニットワンピース。そういえば、去年っていうかまあ今年の初めか。お正月ぐらいに私ニットワンピースを買ったんだけど、なかなか着る機会がなく、多分1回ぐらいしか着てないけん、今年はちゃんと着よう。ね。見かけねえ顔だな。よその村から遊びに来たのかい？あ、これってあれだな。夢の中ってやつだろ。ま、とにかくよく来たな。歓迎するぜ、リララ。リララって他の子のじゃない？多分、誰やっけ？あの、ウサギのアイドル二人組のどっちかよね。てか、この前でと可愛くない？この石の、丸い石の道、めっちゃ可愛いんやけど。これとりあえずなんか、地面が黄色く色づいてきたので、石の道、これ最近作り直したらしいです。丸っこい石の。可愛い。どうも。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていきます。ゆきさん、村長さんかな？はい、お邪魔します。この周りのね、このタイルも可愛い。そしてあったかい雰囲気だ。お邪魔します。あ、ここはカフェ？可愛い。いいね、いいね。パスタをいただきましょうか。ちなみにこれを映していた今日、私は、ほうれん草の和パスタを食べました。あ、オムライスいいね。オムライスめっちゃ良きだね。はい、それじゃあ右の部屋へ。はい、右側。おー、いいね、いいね。こういう、広々としたベッドで一人くつろぐ。そして何気に、この虫の家具も、なんかすごい合っとる感じするよね。ふつり合いなようでめちゃくちゃ合ってる。ここ、自然っていう感じやけんなんかな。かわいい。はい、そして2階へ。なんだ？ 2 階はちょっと騒がしいんですが。テレビ？まあ、多分、きっとテレビの音だね。え、てか、床かわいい。え、なにこれ？巻いてさ？床めっちゃかわいいんだけど。え、この部屋の感じめっちゃ好きなんやけど。おしゃれ。いいね、いいね。え、いいな。え、いいな。ちょっと普通にめっちゃかわいい。シンプルな床。え、すごく好き。はい、お邪魔しました。
さ、そして、おお、びっくりした。あ、ほら、水たまり。このね、絵本の世界に出てきそうな感じの水たまり。めっちゃ可愛くない？いいよね、いいよね。いや、なんかさ、何気にさっきからね、骨がたくさん、この木が生い茂ったあたりにあるのがすごく気になる。あ、そしてこの辺は獣道なんよね。なるほど。あ、てかあれじゃない？あの、さっきの。フランソワ？この子の口癖でしょ？リララって。え、リララやったかな？ルララ？リララ？よね。あの子たちのどっちかの口癖だったと思う。なんだかちょっと扉が古い感じがするけど。ここの、あ、この子か。お花屋さんオープンしました。あ、マジで？普通にお花屋さんなんや。お邪魔します。お、なんかすごいおしゃれな、おしゃれなお花屋さんやね。あ、ここで何？本も読めるの？え、かわいい。壁に飾ってるのあれ何？かわいい。いいね、いいね。え、トタケケと誰だ？あとの二人がわからない。一番左のは、あの、牛の子よね。誰やっけ？あ、目が赤い子じゃない？ちょっと名前が出てこないけれど。で、出てこないけれど。店員さん座ってお会計するんかな？作業するところかな？もしかして。あ、かわいい。花屋。違う、お花屋さんって言うけど、まあなんか植物全般扱いよる感じ？果物まで扱いよりやん。いいね。いい匂いしそう、めっちゃ。花屋さんの匂い好きよ。はい、そして2階はこんな感じで。いいっすね。ベッドの脇にソファーも。まあ、ベッドから起き上がったけど、この辺で座って、本読んだりとか、何かしら作業したりとか、ゆったりと音楽を聴きながらね。ここは完璧に休むだけの部屋っていう感じやねん。お邪魔しました。さあ、それじゃあ、まあ、一応あれか、扉は、味のある感じにしているということか。そういうことだな。はい、そして、3軒目。ん？今の人か？いたいたいた。どうも。ようこそ。ようこそ、いらっしゃいました。いらっしゃいましたよ。全体的になんかお花関係やね。お邪魔します。落とし物してる。誰の落とし物？片付けとかないとちゃんと。なんか家の中は意外と結構普通に近代的。普通に近代的。ね、結構なんか自然に溢れた感じかと思ったけど。あ、まあでも、キノコ生えてるし。キノコ生えてるし。うんうん。熊の被り物。え、仕留めてきたわけではないよね、別に。仕留めてきた頭なわけではない。あ、クリオネー、かわいい。いいよね、クリオネー。まあでも一応、ね、あの、クリオネが、食べ物を捕食する姿っていうのはめちゃくちゃ怖いっていうのを怖いっていうのを聞いたことがあるし、なんか画像で見たこともあるけど。それでもやっぱりクリオネは天使だと思うよ。可愛いもん、見た目が。え、でも顔は？顔はどこに？お腹あたりについてんっけ？それはエイ？なんかあんな感じじゃなかったか？違ったかな？あ、これが、旗？何の絵が描いてあるんやろう？かわいいけども。
かわいいけども。そしてやっぱりこのね、水たまり。周りの、この地面の色と、この地面の色も、すごいね、合ってる感じで。うまいな、マイレザ描くの。私もうまくマイレザが描ければいいんだけれど、もともとの絵心というものがないので。こうね、頭で想像したものをそのまま描けたらね、めちゃくちゃいいんやけどね。あ、そしてここは、つい最近描けた、和風の橋らしいです。私もなんか、橋をね、もうちょっと可愛くしたいなと思いつつ、多分普通の橋しか描けてない気がするよね。サブ村に関しては橋を描けたんだろうか。描けたんだろうか。そこからやけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで、今回もすごいナチュラルな自然に溢れる村。なんか、こう、マイデザと自然を融合させていくということが私には全くできず。全くできず。すごいよね、地面。あんな綺麗な獣道を作れるの。尊敬する。